こんにちはオトトウエストエンドです今回は綺麗すっきりフロントガラスの油膜を取っていこうと思います以前こちら結構前に紹介したんですけどもこの黄色瓶という内容物は酸化セリウムという細かい微粒子が水に溶けたそういったものをスポンジにつけてひたすら擦っていくというそういう作業内容です フロントガラスが夜とか特にね、にじんで見にくいという方は、この動画を参考にしていただければと思います。ちなみに僕は今、バンクーバーのコイン洗車場に来ています。そして、この黄色瓶なんですが、前日本で購入したものを持ってきました。こちらでも販売してるんですが、ちょっと値段が高かったり、 まあ全く同じ黄色瓶としては売っていないんですが、その粉末として酸化セリウムが販売されています。ただ、やっぱりこの黄色瓶に対しての <laughs> 信頼が厚いので、これを使うことにしました。ちなみに、黄色瓶ゴールドとボトルには書いてあります。従来の黄色瓶とは違い、ガラス系のナノパウダーというものが配合されているので、2倍の速さで取れると。 期待がが、膨らみますが今水をまず施工前ですね一旦流して状況を見てみたいと思いますこんな感じで流した後、水の切れがちょうどワイパーの拭き取るその範囲以降が油膜になっていますなんか油が滲んだその上に水を落としたような感じですよね 一見水の切れが良さそうに見えますがこれ油なので夜結構ギラギラしちゃうんですよね信号などの光が当たるとちなみに僕のフロントガラスのこの汚れの具合は以前黄色瓶を使って一旦きれいにしていますそれが34ヶ月前くらいになりますそして今使っているウォッシャー液がおそらく 効果を発揮してるんだと思います。そのワイパーで拭き取る部分、そこは特に何も湯膜などは見られません。撥水加工も全部落としてしばらくそのまま何も乗っていない状態で放置してありました。撥水コーティングを全く行っていない黄色瓶で綺麗に湯膜を取った下地の状態で3、4ヶ月放置したらどうなるのだろうと思って今実験をしていたところです。 それもちょうど3ヶ月ぐらい前に結構油膜を取り除けるというウォッシャー液を追加して入れて様子を見ていたんですがこう水をかけてみると結構その効果あるようですねずっと油膜のない水がじとーっと垂れる状態がずっとキープされているようです早送りしていますがもう本当に基本ずーっとこれ擦るだけなんですよ今はフロントガラスの半分だけ運転席側だけを今比較ができるように 綺麗にしています。この作業でだいたい5、6分といったところでしょうか。先ほど説明したように、フロントガラスの中央部分はほとんど油膜がない状態でしたので、集中々的にやっているのはこの縁の部分になります。皆さんのフロントガラスの状態で作業時間結構違ってくると思います。 僕以前全く何も油分を除去していない状態、油膜がもう全体的にギラギラな時は確かフロントガラス全部で20分25分ぐらいでしたかね。30分いかないぐらいやっていた記憶があります。もうね、手がパンパンになるんですよね <laughs>。このコイン洗車場とかその自分の家ではないところで作業するとなると電動の ポリッシャーを使うことができないので、もう全部手作業になります。そしてこの黄色ビンゴールドというのが、ガラス系ナノパウダー配合ということもありまして、2倍の速さで取れると。それでもそのくらいかかりました。ですので、こちらカナダで販売している酸化セリウム粉末だけを買っていたら、もっと時間がかかっていたと思うので、これ黄色ビンゴールド <laughs> 持ってきて大正解だと思いました。 そしてこれまでに何回かこのフロントガラスの油膜取りやってきていますがずっと見てきた中でフロントガラスの中央部分は比較的油分がつきにくくてフロントガラスの周辺ですねこの周りの部分が結構強い油分油膜ができる傾向に僕の車はありますおそらく皆さんも同じ感じですかねそして中央部分の油膜取り 湯膜が薄いプラス結構ね全体的にこういうふうにザーッと撫でることができますなので結構思ったより縁に比べると早く湯膜を取ることができます感覚的になってしまうんですが中央部分も割と湯膜があったとしても縁あたりの湯膜を取る時間に比べておそらく2倍3倍ぐらいの速さで取れます 施工完了のサインとしては、吹き跡が水を弾かなくなったタイミングです。さあ終わったということで、水を流したいところなんですが、このまま流してしまうと、実はこのワイパーの根元あたりのプラスチックのトリムがもう真っ白になっちゃうんですよね。ここ一つ注意点だと思います。水で流す前に、一旦こういったマイクロファイバータオルのようなもので、 黄色ビンゴールドを拭き取ります僕はこれシャンプーついていますが別にシャンプーをつける必要はありませんそしてこれだけではまだ取れていないのでもう一回カラカラに乾いたマイクロファイバータオルを持ってきてもう水分ごと取って拭き取ってしまいますこの工程を最初の頃全然しなかったんですよねでザーッともう一気に流してで数日後に なんかこのバルクヘッドというか、このワイパーのあたりのトリムがもうなんか白い跡残ってしまって、なんでかっていうのにね、気づくのに結構時間がかかりました。結局この取り残し、水で流して、フロントガラスは綺麗にこの黄色ビンゴールが落ちても、ボンネット周り、 そういったところに入り込んだ黄色瓶ゴールドっていうのは気づかないでそのまま放置してそして乾燥してしまうともう白い跡になってしまうんですよねその点注意していただけるといいかと思いますそしてこういった感じで水を流していますがちょうど手前が未施工半分から奥側が施工した黄色瓶ゴールドで油膜を取った部分になります 水の流れ方、弾き方が違いますよね。手前はちょうどやっぱりワイパーの拭き取る部分以外のところに油膜が結構溜まってしまっています。知らず知らずのうちにこういった油膜ついてしまうんですが、排気ガスとか、あとはエンジンオイル前の車が落としたのがこう巻き上げられたりとか、 あとはワイパーに付いたそういった油の成分がせっかく洗車をしてもワイパーでまたフロントガラスを拭く時に油も一緒につけてしまうとかいろんな理由でやっぱりフロントガラス正面にあるガラスに一番油膜がつきやすい印象があります映像の方は運転席側が終わったので今度は助手席側を施工して フロントガラス全体を油膜を取ってきれいにしていこうとえそんな段階ですワイパーは洗車時に忘れずにしっかりねスポンジでワイパーのブレードを、まあ、傷つけないようにこすって油膜を油分を除去して対策できるんですがもう待機中の,その排気ガス当たってくる排気ガスとか巻き上げられたエンジンオイルとかそれもどうしようもないですよね撥水コーティングをして そういった汚れをつかないようにするという方法もありますが結局コーティングが劣化してまた新しくコーティングを施工するタイミングでどっちにしろ一旦このヒーロービンとかで下地作りをしなきゃいけないのでどっちもどっちのような気もするんですよねただ今回ウォッシャー液を油分をよく取れる強力なものに変えてから その大きなフロント部分の中央部分に対しての油膜はほとんどなかったのでこのウォッシャー液作戦は使えるかもしれませんただの水道水だけではなくてちょっと強力に油分だったり虫の死骸とかをね取ってくれる洗浄成分が入ったウォッシャー液を使うといいかもしれないですただ撥水加工をした上でそういったウォッシャー液を使った実験はまだしていません なので、今回この下地処理が終わった後、レイン X という撥水加工をしまして、そしてウォッシャー液とのコンビネーション、相性をちょっと見て、また3ヶ月後ぐらいですかね、こういった動画を撮るのは、その中で結果をシェアしたいと思います。一応現状としては、全く撥水加工とかをせずに、一旦下地処理だけをして、 ウォッシャー液を強力なものにして3ヶ月過ごしたら今回動画を撮影しているタイミングになるんですけどもこの油膜取り作業が断然楽になりましたといったところで映像の方は助手席側も終わりましたねそして水で流す前にマイクロファイバータオルで一旦拭き取ってそして今度乾いたマイクロファイバータオルでも拭き取って でも目に見える白い部分がないようなそういった状態にしますそしてその後も気持ちよく水でザーッと洗い流していくと、えー、そういった工程がいいのかなと思いますそしてもう一つ注意点ですこういった感じでボディに黄色瓶の液体が飛び散ってしまいますとこんな感じで固まってしまいます 塗装面だったらクリアコートがあるのでツルツルしていてこんな感じでちょっと触っただけでポロポロ取れてきてくれるんですがプラスチックのトリム部分に乗ってしまうと結構白い跡がなかなか取れない状態になってしまうんですよねなので付属のスポンジに黄色ビンゴールドを取るときはなるべく優しく <laughs> 取るのがいいと思いますそしてこんな感じで すっかり湯膜も取れて、もうね、じとーっと水が残る感じ。まあ発生確保しないと、まあこれはこれで見にくいったらありゃしないんですが、僕はなんとかね、これで3ヶ月実験して <laughs>、なんとか <laughs> 乗り切ることができました。そしてもう一つだけ注意点があります。 今回屋外で作業していますがなるべく日陰の場所を探してやっていますこれ炎天下でやってしまうともうすぐ黄色瓶ゴールドが乾いてしまって粉末になってしまいますまた水を足せばいい話なんですけども結構それが手間なのでなるべく長く濡れた状態で施工したいそっちのが断然楽なので日向ではなく日陰に行って作業することをおすすめします いろいろガラスの研磨剤使ってきましたが、黄色瓶ゴールドは本当にまあ時間をかければ結構いい仕上がりになります。なので手はめっちゃ疲れますけどね、まあ、音楽を聴きながら <laughs> 気長に日陰で作業をして、そしてピカピカのフロントガラスで気持ちいい運転をしていければなと思います。今回の動画が参考になったという方はいいねボタンを こういった商品のレビューやメンテナンス系の動画をまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました色々いろいろな修理でバタバタしていますが近いうちに発水加工の動画も上げたいと思いますそれではまたお会いしましょう